リセールバリューとは一度購入したものを販売する際の再販価値のこと、中古車販売などの際に使われることが多い。日本語、英語ともリセールバリューという言葉を一般的な再販価格という意味で使うことは誰でもできるが、イドムの登録商標であるため商標としての利用は制限される。乗用車などを使用後、中古車販売店や新車購入時の下取りとして、 販売するときの価値のことである。新車価格に対する残価比率としてパーセントで表すこともある。前日の通り、ドム社の登録商標のため、リセールバリューの中古車販売、リセールバリューによる高額査定などの商標、商品名としての利用は制限される。一般的な再販価格という意味で使ったり、ドム社のブランドそのものを言うために使うことは誰でもできる。 一般的な利用の場合では、概ね40%から60%程度であることが多い。実際には車種、色、装備、利用状況、消費ニーズなどによっても左右されるため、購入時の推測はあくまで推測であるが、最近の販売手法では、このリセールバリューを保証する残価設定プランなども存在する。建築物の対応年数や、 リフォームリノベーション技術の向上と社会的認知、空き家等対策の推進に関する特別措置法、都市再生特別措置法などの法的支援もあり、中古物件の需要の高まりから資産としての再評価が進んできたことを受け、不動産業での売り口上としてや、行政のまちづくり、都市計画部門が中古資産の再評価としてリセールバリューと呼ぶようになっている。 鉄道新線の開通やショッピングセンターの開業などで地域の利便性が向上し地価の値上がりが見込まれる際に不動産の業界紙などでリセールバリューマイナスと記載されることが増えておりシャッター通り活性化のための物件情報やコンパクトシティを推進する再開発に伴う不動産案件でもリセールバリューという表現が増えているもともとは戦後インフレで 企業経営が立ち回らなかった時期に戦後復興の再開発に伴う地価の値上がりを見越し1950年に制定した企業所有の土地を直で評価することで財務補填や融資の担保とする資産再評価法を GHQ の経済科学局が俗称としてリセールバリューと呼んでいたとされることに由来する不動産関連の金融用語。なお、 バブル崩壊後の対処法として土地再評価法が1998年に施行された際にもアメリカの経済市場ではリセールバリューと形容され不良再建化した土地や建物を外資が勘やさるきっかけとなった。郵政省の郵政民営化に伴い郵便貯金がアメリカのバイアウトファンドの格好の標的となることを報じた経済市がリセールバリューと表現した。 社会資本としての自然環境や文化財を観光資源として活用する動きがある。ことの発端は、厳世保護主体であった世界遺産の遺産の商品化をユネスコが認めたことによる。文化遺産であれば、ユニークベニューのような利用、自然遺産でも体験学習のような形態であれば、観光利用を促進できる。例えば、エコツーリズムやアウトドアでのスポーツツーリズムが国を、 上げて盛んなオーストラリアでは自然の中へ出向く冒険旅行による開発が行われ、これにより環境破壊が生じることが危惧されている。この開発による利益誘導と環境保護を訴える双方による自然資本、自然の価値の再評価をリセールバリューと呼んでいる。欧米やファイナンス会社、会計、税務用語ではリサージュアルバリューが一般的。米国では 高いリセールバリューのブランドに対してリサージュアルバリューアワーズという賞を毎年発行する専門会社が存在する。ありがとうございます。